人々に伝えた。それは敬うもの、幸、それは育てるもの、正、それは慈しむもの。レナさん、ジュリア、これ心遣いありがとう。でもこれは下げてください。どうして？もう2日も食べてないじゃないか。私は神に仕える身、人から奪ったものを食べることはできません。でも体を壊しちゃったら。わかりました。よかった、元気出して。また差し入れ持ってくるからさ。まだ遅い。なんだよ、ちゃんと当たったじゃねえか。狙いが甘い。どこが甘いっていうのさ、ちゃんと見ててくれよ。ほら、真ん中の黒いとこ。しかし、あれじゃアリティアを取り戻せるかどうか心配だな。取り戻すさ、いや、必ず取り戻してみせる。そうだな、まずはガルダでの勝利を祝して。で、ペクトロ、シスターアレナという女性を山賊から助け出してほしいというわけですね。はい、レナ様は海賊の巣窟になっていたこのガルダの唯一の希望だったのです。なんとか助け出してあげられないものでしょうか。わかりました。王子、我々は一刻も早くオレルアンへ行かねば。ジェイガン、どの道も避けていくことはできないよ。進むしかないんだ。マルス様、まだ出てこない。姫、少しは落ち着いたらどうですか。だって昼からずっと話してるのよ。心配にもなるわ。決めたよ。明朝悪魔の山を越えるルートでオレルアンへ向かう。でも悪魔の山には山賊たちが。危険は承知の上さ。悪いな、次からもっと強いのを連れてくるんだな。ムキさん、じゃ仕事と行くか。おい、ケドニア人の僧侶か。これでどうだ。じゃあこれ言って。いいねでよいわ、好きなようにしろ。
てジュリアン。リライブの杖を置いてきてしまったわ。ねえジュリアン、あなただけ逃げて。そうはいかねえよ。杖は後で取り返す。だから今は逃げるのが先だ。さあ早く。どこ行くんだジュリアン。やるなよ、ナバールの旦那。気がついたようだね。あんたたちは。我々はアリティア騎士団、オレルアへ向かう途中だ。実はあんたたちに頼みがあるんだ。山賊に捕まっているレナさんを助け出してほしいんだ。君はシスターレナを知ってるのか。俺山賊のアジトも知ってるし、頼むよ助けてくれよ。分かった、案内してくれ。じゃあマル様。山賊の罠かもしれません。僕は彼を信じる。来やがったアリティアの連中だ。